今日はね、実は暑いぜ。はい、毎度です。エストサーフ仕入れです。今回の動画はですね、ショートボードです。シェイプです。作っていきます。510の、まあ、ハイパフォーマンスになるのかな。ちょっと幅広めの。まあ、ラインはもう出しました。フィッシュ専門なんですかとか、オルタナ系専門なんですかってよく聞かれるんですけど、そんなことないですよ。まあ好きで、フィッシュとかはまあ好きですけど、得意ですけど、ショートも全然やってて、オーダーは来るのは半々ぐらいかな。正統派な、ショートボード。じゃあ作っていきます。暑いぜ。暑い。今日もハイボールがうまいよこれ。完了です。完了でしょう。こんな感じになりましたよ。いやー暑くてね、大変ですわ。今日は6月の10日かな、5月のね5日ぐらいに、5月の4日にもらったオーダーなんですけど、いやいやいや遅れちゃってるよ。ということでボックス入れちゃおうかな、先にね。Presented by S Surf Channel。 はい、じゃあボックスを入れていきます。
際巻きをやっていきます。こんな感じでこっかって感じです。定休日なんですよ。ちょっとね、仕事が押してるんでやりに来ました。暑いね。気温が高いからね、樹脂が固まるのが早い。焦る。ちょっともういつもより硬化剤減らしていかないと危ないな。ショートボード仕上がりました。イエーイ。調子良さそうでしょう。ちょっと今洗ってきたんでビタビタですけど、イエーイ。はい、こんな感じです。ロッカーはこんな感じ。まあローですね。基本的にローロッカーな感じですね。で、幅広めでっていう感じで、スペックがですね、510 177.8、幅が19と4分の3 50.2 ですね。で、厚みが2と2分の1 6.3、 ちょっと厚みで厚めですね。でもね、この辺はシャープですね。で、エッジがパリッと立ってる感じで、この辺もボキシーまではいかない、ミディアムぐらいかな。コンケーブはシングル、全部シングルです。で、この辺で、まあ、気持ちダブルが入ってる、シングルの中にダブルがちょっと入ってる感じで、テールはフラットで抜きました。はい、まあ長さもあって幅もあるんで厚みもあるんで、コナミから頭以上でも全然使えるオールラウンドな感じですね。で、まあ、自分はね、オルタナ系とかフィッシュばっかり削ってるっていう思われがちなんですけど、ショートボードとか、ハイパフォーマンスショートも結構オーダー入ります。はい、もう人によってはね、アルメリック調子いいよって言ってくれる人もいたりします。はい、ちょっと自慢。さあ、そんな感じです。で、あ、リッター数が一応ね、まあ、うちはハンドシェイプなんでリッター出ないんですけど、31リッターを希望ということで、まあまあいい線じゃないかなっていう感じですね。で、体重がね、72キロの人ですね。うん、だから余裕持って乗れて、浮力も多分余裕があって、まあ長さもあるし、幅もあるので、波のパワー受けやすくて、小波でもね、乗れるんじゃないかなっていう感じです。はい。こんな感じですね。やっぱね、新品クリアはかっこいいですね。ということでね、これからオーダーしてくれた人に電話をして仕上がりの連絡をしたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はこの後ここに丸いアイコンが出てきますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。